た本当に考古学者か？何も知らないじゃないか。本当に大丈夫なのかよ。術業に専攻ありって言うでしょ。ちゃんと説明してるじゃない。喧嘩はやめろよ。何があったんだ？こいつ考古学者なのにこの辺りの遺跡について何にも知らないんだよ。むしろ俺の方が詳しいくらいだ。だから俺の勘と経験で価値のありそうなものを持ってくることしかできなかった。ああ時間の無駄だったかもしれない。私はずっと塩の魔人の研究をしてたんだから詳しくないのも仕方ないでしょ。そっちこそモラのことしか聞いてこなかったじゃない。貴重な文化財の価値をモラで測ることしか知らないの？それはモラで言えば一番わかりやすいだろ。まさにリーユへの伝統だ。二人とも少し落ち着け。お互い見つけたものを一緒に確認しよう。そちらが見つけたものは確かに渦の魔人の影響で岸に上がったものだが、魔人とは関係がないな。残念だがこの海域にもともとあったものだ。一方俺たちが見つけた石板には不思議な模様がある。魔人の力も残っているな。研究に役立つと思うぞ。あ、早くそれを俺に渡せ。これで収穫はありだな。魔人の力、これを探してたんだ。他のものも少しは金になると思うし、顧問料を回収できるはずだ。全部俺のものだからな。魔人の力がないと研究価値がないのか？私が塩の魔人の歴史を研究しているのは、歴史が文化と信仰を教えてくれるからよ。あなたはお金のことしか考えてないみたいだけど。バカ言え。俺はスネージナヤの考古学研究員だ。正真正銘な。そうだ、あのコップは売らない方がいいぞ。ん？なんでだ？あれは行幸のコレクションで軍玉閣と共に落ちてきたんだ。七星を敵に回したくなければ。金になると思ったのに。ほらまたお金の話。だったら何だって言うんだ。研究成果も金もどっちも得るに越したことないじゃないか。さあここは終わりにするぞ。そうだ、塩の魔人、そいつには俺も興味があるんだ。次は地中の塩に行くか。